こんにちは。一般社団法人マインドフルネス瞑想協会代表理事の吉田正夫です。ボディスキャン瞑想を行います。ボディスキャンとはつま先から頭頂まで全身をスキャンしていく瞑想です。仰向けでも椅子やソファーに座って行っても構いません。あなたが一番リラックスできる姿勢で行ってください。準備ができたら目を閉じて、今この瞬間の体に注意を向けていきます。体の中にどんな感覚がありますか？この瞑想で大切なことは、今この瞬間の体を意識することです。体の中に空気が入り、出ていくのを感じます。もしも体の痛みやこわばりに気づいたら、その部分に新鮮な空気を送っていくようなイメージで、ゆったりとした呼吸を味わっていきましょう。これから私が体のパーツの名前を言います。今この瞬間の体を観察していきましょう。それでは始めていきます。まずは左の足先に注意を向けて観察します。左のつま先、親指から小指まで、左の足の裏からかかとまで、左の足の甲、足首、左のふくらはぎ、すねのあたり、左の膝関節、左の太もも、足の付け根まで、右足に注意を移して、右のつま先、親指から小指まで、右の足の裏、かかと、右の足の甲、足首、
右のふくらはぎとすね。右の膝関節、右の太もも、足の付け根まで。お尻、腰回り、背中、お腹、胸から腕の中を通って左右の指先、親指から小指までを意識します。両手のひら、手の甲、手首、手首から肘にかけて、二の腕、左右の肩、首、ペタのあたり、唇、口の中、鼻、おでこ、
頭。最後に体全体、頭のてっぺんから足の裏まで、体全体の感覚を感じます。全身を感じながら息を吸って、全身を感じながら息を吐いています。体と呼吸が一つであるという感覚に意識を向けます。さらにここから頭のてっぺんの感覚に注意を向けていきます。頭頂に意識を集中させて、頭のてっぺんから気が入ってくるところをイメージします。頭頂から息を吸って、吸い切ったら足の裏からゆっくりと息を吐いていきます。吐き切ったら、今度は足の裏から息を吸っていきます。吸い切ったら、また頭頂から息をゆっくりと吐き出していきます。吐き切ったら、また頭から息を吸って、気を全身に流し、足の裏から吐いていきましょう。自分が一番気持ちがいいと感じるペースで、頭頂から足の裏まで、上から下、下から上に、全身に気を流していくようなイメージで、ゆったりとした呼吸を味わっていきましょう。最後にゆっくりと息を吐いて、
吐き切ったら、今この瞬間を感じます。呼吸をコントロールしたり、イメージするのもやめて、何もせず、どこへも行かず、ただ今この瞬間を意識します。今この瞬間、体の中にどんな感覚がありますか？体の重さ、繰り返される呼吸、心臓の鼓動、血液や気の流れ、体の温かさ、皮膚の内側で起こっていることをありのまま観察しています。今この瞬間、五感を通して何を感じていますか？部屋の中から聞こえてくる音、遠くの方から聞こえてくる音、音と音の間の静寂、皮膚の外側で起こっていることをありのまま観察しています。このマインドフルな意識が日常生活のすべてに広がっていきますように。